さて、じゃあ前回に引き続き、今回はストライダーを倒してね、ブレイズってやつを集めて炎の矢を作成しようと、まあ、そういう、まあ、クエストですね。で、行こうか。あの辺にストライダーが生息してるらしいから、ちょっと行こう。ただこの村、ん？あれはなんか死骸かなんかなのかな。これ死んでるね。結構スキャン対応していこう。ガチョウ、なんか微妙に貫通して見えるんだよね、なんか。よし、あ、見張り台に人がいる。掟を超越してるとでも思ってるのかな。え、喋ってくれない。あの見張り台、そもそもどうやって上がってんだこいつ。え、上がれんのかなこれ。無理か。あ、あんまり強引には登れないんだね。よし、じゃあ行こう。石、やべえ、もうあれか。いや、結構距離あんな、ストライダーポイントまで。ちょっと出しすっか。母の眼差し、母の源。すごい、なんか浮かび上がって見えてるな。さて、まあ、トットロ倒して素材を集めていくしかない。うん、イノシもらった。やべ、タフだ。よし、3発も消費しちゃったよ。イノシの骨、なんか素材になるのかな。まあでも最悪近接攻撃もあるから、まあ別に弓なくなっても大丈夫か。あ、またイノシシ。あ、こういうところでね、なんかさっきあったな、ロープの上から狙うみたいな。スキャン、焚き火、アライグマ。アライグマとかいんの。あ、なんか今あった。え、ちょっと食らったし、今落下ダメージあるんだ。なんか四角、何これ、四角。なんか微妙に一瞬、一瞬なんか、あ、ぶら下がりができるんだ。なるほどね。あ、これ足場なんだ。あ、こうやって登れるんだね。なるほどね。スキャン。アライグマいた。アライグマ狩る。おーし、枯れた。骨付き肉、なんか食料がどんどん溜まってくる。よし、ちょっとやっぱ自由に動き回れるようにね、なっとかないとね、まずはね。あ、焚き火だ。一回セーブしよう。クイックセーブ。これでファストトラベルもできるってことだもんね。さーて、いや、じわじわ近づいてんじゃね、これ。ストライダー、なんかいる、なんかいた今。うわ、いたわ。え、何、え、バレた、バレた。ウォッチャーじゃんこいつ、やべえ。
警戒されてる。基本は高台から狙うんじゃないか。あ、こうやってロープがあるからそれをこう駆使してやるのか。スキャン。え？やるか。やべ、逃げる。いや、倒した。よし。え、こいつ上がってくんの？オッケー、大丈夫だ。やつら気づいてない。逃げたね。うわ、めっちゃ食らった、めっちゃ食らったわ。なんかゆっくり降りるみたいなさ、音がしなくなるだけか。あ、回復すればいいのか。お花を使って回復しよう。ブレイズ。うん、あいつ来てんな。やべ、行って。これめっちゃ食らうじゃん。おい、ふざけんな。あ、でも弱い。アイテム作成画面を開けば武器や衣服を改造できる。おお、そういうのもあるんだ。くそ、結構遠くにいたからって舐めてたら割と来んのな。じゃあやっぱできるだけ気づかれずに倒したいね、この感じだとね。結構一撃にでかかったわ、もらったの思った以上に。回復しよう。あ、回復薬減ってる。左上にあるね、緑のバーがね。どうすか、ちょ、なんか武器改造できるのかこれ。アイテム作成。あ、野弾パックでもらえるんだ、矢を。武器の改造。え？あ、改造できるのかな。ダメージコイル、プラス6ダメージ。あ、装備できた。ダメージコイル、プラス6。じゃあウォッチャーとかもやった方がいいのかな。やめよう一旦。けどウォッチャー倒しとかないとさ、めんどくさいことになる、なりそうってのもあるんだよね。それやるか、ウォッチャー。やべ、お、ワンパンした。ワンパンできたね。ただ結構周りにいるからな、気づかれたくないな。え、あ、石かこれ。あれ、ウォッチャー倒したのどこにいる。あ、スライディングとかもある。シャードあと1個。あれ、ウォッチャーか。くそ、できれば静かに倒したいよな。なるほどね、こういうルートで動くっていうのがあれでわかるわけね。なるべく気づかれないように。シャード。OK。
いやでも狙いはあくまでもストライダーだからな。いやイノシシじゃんこれ。ストライダーの群れいるな。めっちゃいるめっちゃいる。じゃあやるか。うっ、隠れた。やめよう。イノシシはいい。やべ、見つかってるか。あ、気がついたかな。ほら、よし、やった。バレてる。群れが多い群れが多い。ちょっと一旦撤退しよう。あんまりバレるとやばそう。群れが探索しに来た。まあ、でも高いところに逃げれば問題なさそうだけど。一旦そんな登れないんだ。いいかな。うわ、まだ警戒してる。結構警戒心強えなこいつら。あれ何、あれウォッチャー。ちょ、ウォッチャーやっとくか。もらった。よし。あぶね、結構見つかるな。思いのほか索敵範囲が広いんだな。でストライダーはあれどうしよっかな。群れっぽいな、ストライダーの群れ。ちょ、上から攻めよう。まあ、回収するだけで本当良さそうだけど、なんか思った以上に群れの警戒心が強い。よし、まあ上から行けばストライダーから攻撃は受けなそう。よし、まあ、てかまあ追い払いたいだけなんだよ。一匹だけ。ストライダー、大盛り猿か。緊張する。バレてない、いける。あ、逃げた。もう一体ぐらいやっときたいな。あれやるか。はい、やべ下に来た。まあ、ただまあどうすることもできるんだろうけど、警戒心強えな。え、見られてる。あれ、
ここにいるのは分かってるけどどうしようもできないって感じか。多分警戒が赤っていうのは多分もろ危険っていうシグナルのような気がする。矢尻もねえな、矢がない。あ、これどうやって作るんだっけ。お、矢尻を作りたい。シャードもあるし作れそうだよね。お、作れた。これで、お、あ、警戒心解けたか。でもあそこにいるやつ警戒してんな。逃げよう。一旦視界から離れれば。やり過ごそう。やり過ごせるか。やり過ごせたっぽいな。よし、くそ、まだいるな。全員倒すのも結構しんどい気がするけどな。やべ、ウォッチャーだ。なるべく倒さなくて済む方向でやりたいな。すげえ今更だけど。探すのやめないかと思った。よし、登ろう。ウォッチャーも一緒になって探すのか、あれ。やるか。ウォッチャーは瞬殺だけど、あのストライダーはタフだね、やっぱだいぶ。いけるか。そりよか。なんかもう見つかってもいい覚悟で回収するしかねえな、これ。ワイヤー、くっそ、モロの真ん中にある。お、やべやべやべ、食らった。許さん。2発か。なんか割と強引にやっても倒せるな。もういいや、暴れよ。フレイズ。
日本カルほら、まあね、これぐらいで済むんだったらもうこうやって殴って倒した方が早いな。あ、いなくなった。タックルまあまあだったな。70ぐらい持ってかれたか。まあ、薬草を使えば何とでもなる。よし、で、いっぱいもらったな。炎の矢、これかな。あ、できた。よし、炎の矢は出来上がった。あとはカルストに会えばいいのか。向こう、向こうか。よし、なんかでもそんなにビビって移動しなくても意外と大丈夫だな。敵は今んとこそんなに強くないということが分かったね。おらら、あ、向こうか。よし、残りの歩数が出るってことね、あの数字はね、多分ね。よし、そんなに心細くない気がしてきた。ボッコボコにやられたらどうしようかと思ったけど、なんか今んとこ大丈夫だな。てか割といやを消費しちゃうからさ、近接で倒した方がまだいいっていう。近づいて一気に近接で倒した方がいいのかな、もしかしたら。母のゆりかご、次どっちだ、向こうか。よし、今日なんか強い武器とか欲しいな。武器の改造とかできるから、なんかちょっとずつね強くしていけばもっと余裕で枯れそう。俺結構なんか村っぽいところの近くにいる、まだ来てんだね、ストライダーとか。なんかでもそもそもさ、なんか生態も謎じゃない。なんか何のためにあの生物はさ、こうこの世界をさ移動してんのかなっていうね。お、倒した。肉ばっかり手に入る。あ、近い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 。ちょ、マップとか見よう。焚き火もあるね。え、違うわ、これあれか、これ集落ね。トラップキャニスター。誰もいないし、あっても平気そう。ああ、いた。不安そう。あ、こいつか、カルスト。いやあ、これはこれは、異端児さんがいらっしゃった。ああ、大いなる母よ。やっと気づいたか。誰かに見られてないかキョロキョロしてたみたいだけどな。気をつけろよ、首痛めるぞ。あんたがここに来るたび、どっちにしろ痛い目に遭ってるだろ。トレッシュする。前に来た時は確かトラップキャスターがあっただろ。まだある？あるよ。だがスクラッパーのレンズが必要だ。スクラッパーのレンズ、そりゃそうだろう。特別な武器は安売りできんさ。大丈夫。この前スクラッパーを倒してレンズも無傷で取り出した。本当に無傷かね、見せろ。スクラッパーってまだ初めて出てきた名前な気がするけど、トラップキャニスター。2箇所のアンカーポイントをつなぐトラップワイヤーが切れると爆発する罠を設置できる。
敵の巡回ルート上や狭い空間で威力を発揮する、改造可能。へえ。スリング連速射は効かないが効果範囲の広い属性付きの爆弾を射出できる投石機。目標を属性効果で弱らせて効果的な追撃を狙うのに最適、改造可能。へえ。ロープキャスター、機械を地面に縛りつけることで一時的に動きを封じることができる。大型の機械には高速ロープの必要本数が多くなる上、高速中に攻撃すると高速効果の解除が早まってしまう、改造可能。いろいろあるな。ダメージは低いが属性付きの矢で目標の弱点を突き戦闘有利に進められる。へえ。超級速射は効かないが、命中精度が非常に高い弓、精度が要求される長距離戦に最適、改造可能。へえ。遠くからスナイピングできるってことね。カージャスリング、速射は効かないが効果範囲の同じか、威力が高いのかな。あ、なんか微妙に捨てが違うな。なんかいろいろあれがセットできるってことか、こっちの方が。まあトラップキャスターを交換、あ、購入すればいいのか。装備スロット。おお。あ、これムービー見れんな。ちっちゃ。あ、なるほどね。こうやって使うんだ。で、追い込むと引っかかる？で、バリバリっとなるってことか。へえ。あ、すごいね、これ。これがスリング。属性弾。この間に何かするってことか。ロープキャスター。ピュン。おお。あ、こうやって縛りつけるんだ。で、多分近づいて一気にバンってとどめさせないと、適当にピュンピュンやってもそれで解除されちゃうんでしょう。超級。あ、これ人狙ってるわ。これ人やんなきゃいけない時もあるってことね。あ、これあれか。この多分最初の購入特典みたいなやつでもらったやつだと思うけど。お、お、いろいろもらえてる。これで装備変わるかな。無料試作品の箱。よし。ほら、トラップキャスターはあんたのもんだが、狙う場所には気をつけろよ。いいな。衝撃のワイヤーがなくったって十分ハラハラする人生を送ってるよ。そう、やってみるか。ふん。他に何かあるんでしょうかな。しばらくここに、後で戻って取引できる。ここにいるよ。あんたが買った機械から抜き取った部品をここに持ってきてくれ。いい部品ならシャードも弾むぞ。うちの在庫もしっかりチェックしとくんだな。もしかしたら試練を有利に運べるものがあるかもしれないぞ。確かに。あ、試練ってまだこれからか。じゃあ取引成立だな。それじゃまたな。まあ普通に道具屋さんってことか。北の門でロストに会おう。でももうちょっと慣れたいよな、動きに。トラップキャスターを装備するには R1 長押しで武器メニューを表示させ、 R で標準の野弾を選択する。これか。雷のワイヤーは地面を狙って2箇所に打ち込むことで設置できる。敵がワイヤーを横切ると発動する。ほう。まあ、通常時はまだこれでいいってことだね。普通にね。あ、これ炎になってる。よし、
木の普通の矢で装備を変えようか。あ、武器増えてる。カージャ族のん増えてねえのかこれ。前から持ってたやつか。あ、いた。あ、選べるってことね。わ、ファストトラベルってパックが必要なんだ。わ、素材だ。あ、なんか、え、これ手に入ってるってこと。カバンがいっぱい。え、壊れんのこれ、弓ってもしかして。お？あ、違うわ。なんか野良族の境界、カージャ族と野良族で違うんだ能力が。なるほどね。破砕効果を強化した、機械の走行板や部位を切断しやすい改造可能。あ、いろいろ能力が違うんだね。素早く正確に狙いをつけられる。へえ。服が変わる。お、あ、なんかすげえすげえ。防御力みたいな概念あんのかな。なんか属性効果がすげえ上がってる気がする。嵐の戦士、矢も刃も反らすことができる。へえ。あ、これ物理に強いのかな。着用者がいかなる聖なる地で自由に獲物を追えるよう効果的な迷彩効果をもたらす走り手の衣服。これ強そうだな。よし、これでいいかな。おお、見た目が変わった。多分これであんまり見つからなくなるんだと思うね。じゃあセーブポイント探そう。商品のマークちょっとキモいな。これちょっとじゃあ左に曲がってか、そこで焚き火しようかな。もうちょい置くか。よし、なんか装備も手に入ったし結構気が楽になってきた。ほら、よっしゃ。この肉とかをどう生かすのかがまだいまいち分かんないけど。え、何これ。あ、門か。クイックセーブ。よし、これでいいや。はい、ということで、無事にトラップキャスターとね、炎の矢も作れたんで、まあ、次回はいよいよ試練なのかな。はい、やっていきたいと思います。どんな試練なんだろうね。うん。